皆さんこんにちは、水おじさんです。本日はこれから iPad を買おうとしている方のために、この迷いやすい2台 iPad Air 5と M2 iPad Pro 11インチ、どっちがいいのか実機で確認していこうの動画になります。一見似たようなね性能に見えるこの2台、とても迷いやすいですよね。 Air 5でいい気がするんだけど、どうせならプロの方が良い気がするといったような迷い方をしている人とても多いと感じています。なので今回の動画でそもそもどこが違うのか、迷いが消えるように皆さんの背中をねギュッと押してあげようと思っております。まず最初に言っておきたいのは、ほとんどの方が iPad Air 5で十分に使用可能で確実に楽しむことができます。ただもちろんプロにしかできないこと、メリットも当然あって、実はこの2台は魅力も全然異なりますので、その詳細をこの動画で解説していきます。なので違いを聞いて自分に合った iPad をきちんと選んでいきましょう。また私のチャンネルなので、こちらのように価格表も当然準備しております。実機解説の後にこの価格差の詳しい解説をしていきます。そしてどういった人がどちらを買うべきか、ここまで解説いたしますので、迷っている方は購入の検討材料にしてください。また iPad の活用術40選プラス1として、とにかく iPad で何ができるのか、皆さんの使い方のヒントをテンポよく40個紹介していますので、 iPad 買ったけど動画しか見ていない、あまり使いこなせていないという方はね、ぜひこちらの動画を見てこれから使う iPad のヒントを得てください。こちらの動画も見逃さないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。はい、まずはですね、簡単に2台の紹介をしますが、左側が iPad Air 第5世代、いわゆる iPad Air 5です。動画内でも Air 5と呼びます。これは2022年3月18日に発売されたものになります。そして右側が11インチ iPad Pro 第4世代と呼ばれるもので、こちらも同じ年2022年の10月26日に発売されたものです。なので iPad Pro の方が半年くらい新しいものになります。ただ最初に言った通り、この見た感じも性能も似たようなところがあるので、実際の違いを知ってどちらを買うべきか見ていきましょう。まずはデザインから。これ見てわかる通りほぼ同じです。画面の大きさも後で詳しく言いますが 0.1 インチしか違いません。なのでどちらが大きいかパッと見では全然わかりません。よく見てもわかりません。 0.1 インチの違いなので、同じ写真を表示したとしてもなかなか気づくことができないくらいの違いしかありません。そしてですね、他デザインの方見ていくと、例えばこれ右側に音量ボタン、上にトップボタン、いわゆる電源ボタンがあるのは両方 Air も Pro も全く同じになっています。こちらですね、音量ボタンにトップボタン、こちらにあります。そしてフラット型ですね、両方とも横は真っ平らになっています。なので後でお話出てきますが、 Apple Pencil などの充電もこの上の部分で可能になっています。で、背面の方を見てみると若干違いが出てきます。といっても背面のデザインがどうこうではなく、カメラですね。 Air 5の方はシングルカメラ、 iPad Pro 11インチの方は2つのカメラとなっています。でカメラの性能については後でまたお話ししますが、デザイン的にはそのような違いがあります。そして生体認証、これは全然違います。 Air 5はトップボタンにあるタッチ ID、 iPad Pro の方は Face ID になります。これどっちが便利かっていうのはね、結構使い勝手変わるので何とも言えないんですが、 Air 5のタッチ ID の認証はここ電源ボタンのところにあります。例えばこれをロックした状態、今画面真っ暗ですよね、ロックした状態でここに指を当てて押すと、そのまま指紋認証が入ってこのように起動することができます。ホーム画面までね一気に飛ぶので、これが好きという方もいると思います。で iPad Pro の方は Face ID 顔認証になります。なのでこのロックの状態からね、少し画面を光らせて顔を認証させると、このようにロックが解除されます。でロック解除された後は再度スワイプして開ける必要があります。といっても現実的に使うときは、画面が光ってるときに上にスワイプしてしまえば勝手に Face ID も入りますので、このままホーム画面に移動することにもなります。意外に iPad は置いて使うので、毎回ですね、例えば iPad を横にして使うこと多いと思うんですが、この場合ここの認証結構めんどくさかったりします。左手に設定しておくか、必ず手で持たなきゃいけないというのがあります。ただ Face ID であれば覗き込んだらロックが解除されるので、そこは結構ですね、使い方によって変わるかなといったところ、どちらもですね一長一短ありといったところでしょうか。そしてカラーバリエーションですね。これはですね、 iPad Air は5色、 iPad Pro の方はたった2色です。なのでカラーバリエーションをとにかく楽しみたいという方はやはり Air になります。特にポップな色がとにかく揃っているので選ぶ楽しみもあります。この iPad Air 5の方はパープルですね、パープルになっています。そしてプロの方はたった2色、スペースグレーかシルバーしかありません。これちょっとねシルバーに見えがちなんですが、スペースグレーになります。ただやっぱり iPad はねケースつける方がほとんどだと思いますので、あまりねそこまでこだわらない方もいるかもしれません。とはいえやっぱり好きな色を持っているというところで選ぶ楽しみがあるのは Air 5になります。続いてストレージなんですが、これは
では全然違います。 Air 5の方は64、256GB の2種類だけです。 iPad Pro の方は128、256、512、1TB、2TB となんと5種類もあります。なので単純にストレージで考えている人は128が欲しいという人、もしくは 512GB 以上となるとプロを買うしかないということになります。ただやっぱり使い方、これが全く異なることからそういったサイズになっていますので、その辺もね今回の解説で分かっていただければと思います。どちらにしても大容量の場合は iPad Pro になります。そして大きさと重量、これですね、なんとですね高さと幅全く一緒です。 iPad Air 5と iPad Pro の11インチは全く同じになります。ただし厚さが若干変わっていて、 iPad Air、 この Air という名前は薄さが売りのはずなんですが 6.1mm、 そして iPad Pro 11インチはなんとそれより薄くて 5.9mm になります。 0.2mm 薄いんです。これね持つとわかるんですが、プロの11インチ本当に薄いです。なんか折れるんじゃないかって心配になるくらい薄いので、ただそれでいてすごい高性能なのでちょっとびっくりしちゃいますね。なのでマジックキーボードとかケースとか実は兼用可能なものも多いです。で重さについては一応 Air の方が軽くて 461g、 プロの方は 466g、 これは薄さはねプロの方が勝つんですが、カメラがねやっぱり一つ多いのでやや重いと。そしてセルラー版を購入しようとすると若干容量増えるんですが、 Air の場合は 1g だけ増えて 462g ですね。プロは 2g 増えて 468g、 どちらにしてもそんなに気にするほど増えるわけではありません。そしてディスプレイの違いですね、これはね結構実は違います。大きさについては 10.9 インチと11インチなので、これはほとんど変わらないです。最初に言った通り見た感じでねどっちが大きいって分かる人はほとんどいないと思います。で両方有機 EL とかミニ LED とかそういったやや良いディスプレイではなく、両方 IPS 液晶ですね。なので画質的には同じなんですが、明るさがですね実は違います。 Air 5の方が500ニットが最大、プロの方はそれより100ニット多くて600ニットの明るさが出せます。まあただ100ニットだとそんなにわからないんですけどね。ただこの後ちょっと画像も出してみますので、そこでちょっと見てみましょう。そしてそれよりねディスプレイが全然違うというところでは、 iPad Pro は 120Hz の滑らかさで画面が動作します。これをプロモーションというんですが、 iPad Air の方は 60Hz 固定になります。なのでプロの方が倍の滑らかさがあるんですね。これはいつも言っていますが、パラパラ漫画で言えば1秒間に60回画面を書き換えるのが iPad Air 5、 プロの方は1秒間で最大120回書き換えます。なのでパラパラ漫画のコマ数が多い、要はすごく滑らかということになります。じゃあちょっとウェブの方を見てみましょう。どんな違いがあるかというと、100ニットだとそこまで明るさの違いはねわからないと思います。目の前で見ててもその明るさの違いはほとんどわからないです。でスクロールすると、これはですねちょっと YouTube では伝わらないんですが、すごくですねプロの方が今滑らかにスクロールしてます。あ、やっぱりですねすごく滑らかです。なのでこの辺はね実際ねどこか店頭で見れるなら触ってほしいんですが、倍の滑らかさで動いてるの、これはね実感できます。でこういったウェブのスクロールだけじゃなくて、ゲーム、例えば原神というゲームなんかだと 120Hz での動作が可能なのですごく滑らかに動きます。そういったゲームもいくつかあるので、ゲームは最高環境でやりたいという方はねやはりプロを選ぶしかないといったところになります。でウェブだとこんな感じで、あとは写真の方をちょっと表示してみますが、相変わらずちょっとねキツネさんの方にご登場いただきましょう。人物写真だとね結構ディスプレイの違いって分かりやすいので見てみるんですが、まあこのようにですね正直言って両方変わらないです。まあどちらも綺麗といったとこですかね。これより綺麗なものとなるとやっぱりですね iPad Pro の 12.9インチ、あちらはですねミニ LED というものを搭載しているのでかなり綺麗になります。そういった違いもあります。そしてここもね結構違うところ、なかなか動画ではお伝えしづらい部分なんですが、スピーカーが違います。 Air 5は2スピーカー、2つのスピーカーですね。プロの方はなんと4スピーカーです。なのでもちろんですねこの Air 5でも音は綺麗だし空間オーディオとかを感じることはできるんですが、プロはレベルが違います。実際に聞くとですねすごくわかるんですけれども、音の厚さもそのパワーも段違いです。さらに空間オーディオだとここに iPad があるのに、この裏もこれの前も前後もなんかあるかのような空間に包み込まれるような音を聞かせてくれます。この辺はやはりですねプロといったところです。なので iPad で動画を見ることを中心にしたいといった方は結構おすすめです。ただ iPad といえば持ち運びもするので、 AirPods Pro とかで聞くということであれば、どちらも同じ音質にはなります。今お話ししているのは本体から出る音ですね。そして iPad といえばこちらですね、 Apple Pencil、 これは Apple Pencil 2になります。 iPad Air 5も iPad Pro も Apple Pencil 2か USB-C の Apple Pencil、 そちらに対応しています。でただやっぱりね高性能な方を使うには Apple Pencil 2を使用することになると思うんですが、この横のところ Pro も Air もこのようにくっつけることで、ロ
同期を行ってすぐにこのメモとかを開いてパッと書くことができます。この辺はすごく優秀ですね。ただここにも違いがあって、これ今 iPad Air の方に書いたんですが、こちら iPad Pro の方にちょっと同期して絵の方を書いてみますが、同じようにねメモの方を開いて少し書いてみると、この傾きとか筆圧、これ強く書くとグッと太くなりますし、弱く書けば細くなります。これ筆圧感知があるのと、これ見てわかる通り傾きも検知しているので太さとかも結構変わります。こんな感じですね。こう斜めにして書けばこんな感じで太く書けるし、まっすぐ上から書けばこう細くも書けます。ただ一番ね Air と Pro で違うのは、 Pro の場合これ近づけると、今下に点が出てるの見えますかね。これ近づけるとどこに着地するか、今下に青い点が出ているんですが、ね、こっちの方なら見えるかな。どこに着地してどういったイメージで今書かれるかっていうのが出ます。これまだ書いてないんです。ディスプレイにつく直前にちょっと現れます。なのでこれだとちょっと分かりにくい点ですけれども、こういった少し太めのものだともうちょっと分かりやすいですね。こんな感じ、今このまま着地するとこの黄色で塗られますよってことですね。この通りです。はい、本当にその通り塗られてますよね。で青と混ざる時とかも結局混ざった色とかも分かるんですね。こんな感じ、これがプロのすごいところ、着地点が分かります。これをホバー機能と言います。これがエアの方にはありません。少しやってみるとこう近づけても何も出ないですよね。何も出ません。でもちろんね着地したらそのまま書けますが、そこまでは分からないんですね。これは色だけの話じゃなくて、 Apple Pencil を使うとプロの場合はどこに着地するかがある程度、これ今少しアイコンが反応してるの分かりますかね。まだ触ってないんですが、そのままペンを落とすとここに着地するよっていうのが全部に対して行われています。これはメモ帳だけじゃなく、こういったアイコンも全てそうですね。このように反応するようになってます。これまだね全然触ってない状態です。これはねプロにだけある機能になります。ただ Apple Pencil ってかなり高いです。2万円くらいするので、勉強だけに使いたい、メモだけ取りたいんだという方にはこちらのように格安ペンがあります。この動画でも解説していますので見ていただきたいんですが、こちらのペンであれば3000円前後で購入可能です。しかもですね、そこまで不便ではありません。これ書くとこのように普通に書けますし、ただ傾きがですねあまり検知しないんですね。傾きは3段階ぐらいしか検知しないのと、弱く書いても強く書いても同じ太さです。なので絵には全く向いていません。やっぱり絵は筆圧あって味が出るはずなので、筆圧がないねこの格安ペンの場合はやっぱり文字とかですね、丸付けなんかはこのように普通にもちろんできますし、電子教科書とか問題文を取り込んだ後に何か答えを書くとか、そういったことにはすごく使えます。文字なんかもねこう書きやすいです。大事ですっていう風に書くことも簡単ですし、筆圧のね関係ないちょっとした A くらいなら普通に書くことが可能です。相変わらずちょっとソニックを書きますけども、こんな感じで普通に書くことができるので、こういった格安ペンの方も勉強だけに使うということであれば検討してみてください。そして充電コネクタなんですが、これ両方 USB-C のコネクタになっています。ただしですね、転送速度については違いがあります。 Air 5は最大 10Gbps、 Pro の方は USB4 まで対応しているので最大で40Gbps、 10GB と 40GB なので4倍違います。これは結構大きな違いなので、やっぱりプロは動画だったり写真だったりそういった編集にもかなり強いんですね。逆にそういったことしないのであれば 10Gbps あったら十分です。 iPhone で撮影した動画写真をどんどん取り込んで編集したいという場合にはやっぱり 40Gbps かなり速くて便利です。速さの4倍の違いはイメージで言えば Air 5で例えば10分待つんだというものがあるとしたら、プロなら2分30秒、理論値ではありますがそのくらいの速さで取り込めるといったことになります。そう考えるとやっぱり仕事用とかになってきますよね。時間勝負みたいな時もね仕事の場合はかなりあると思いますので、そういった時はやはり4倍のスピードのあるこちらプロはかなり良いものになります。そしてカメラの方はね、最初の方にデザインの話でも少し言いましたが、 Air の方はシングルカメラ、プロの方はデュアルカメラの2つのカメラが搭載されています。これの違いについては、1つのカメラこれはですね12メガピクセル、1200万画素で両方同じなんですが、プロの方のもう一つのカメラは超広角カメラですね。要はその場から超広角、広い角度で写真を撮ることができます。なので iPad でも写真を撮りたいという人は超広角カメラがあった方が便利に使えます。で、超広角カメラ自体は10メガピクセルなので1000万画素ですね。ただ iPad でそこまでね写真とか撮ってる方あまりいないような気はしていますので、そこまでこだわらなくていいかなとは思います。それから iPad、 これは両方なんですがナイトモードは搭載されていません。なので暗いところで撮るにはやはり iPhone の方が有利になります。そしてフロントカメラの方、いわゆる自撮りカメラの方なんですけれども、これはですね両方同じです。両方同じで12メガピクセルの1200万画素になります。もうちょっと細かく言うと、一応プロはですね Face ID 用のカメラがもう一つ搭載されています。ただそれはね意識するものでもないということと、背面カメラと同じで自撮りカメラの方に
にもナイトモードは両方搭載されていません。ここは注意ですね。暗いところで撮るにはやはり iPhone が最強ということになります。で、気になっている方も多いと思う処理性能ですね。これは Air 5が M1、 iPad Pro の方が M2、 これは数字が大きい方が高性能なので、 Pro の方が当然高性能ということになります。ただ M1、 M2、 もちろん M2 の Pro の方が性能いいんですが、 iPad だと大きな差というのはなかなか出にくいです。一応ですね、 Geekbench 6といって性能数値化するアプリで計測済みですので、その数値を見てみましょう。はい、こちらになります。これですね、2つ数字が並んでいるんですが、シングルコアとマルチコアといって、シングルコアの方は単純処理ですね。マルチコアの方はその名の通り、いろいろマルチに動作させた時で、シングルコアの方が約200ちょっと差があります。なので若干やはり性能がいいのと、マルチコアの方はもっと差が顕著で2000くらい差があります。この辺はやはり iPad Pro 高性能ということにはなります。ただこの性能差が iPad 全てに現れるかというと、なかなか出にくいです。例えばちょっと試していきましょう。シングルコアなんかが違うと起動速度がね、やっぱり速い遅い出てくるんですが、例えばドラゴンクエスト8、これ起動していますね。せーのドン、ほぼ同時に起動すると思います。若干 iPad Pro の方が早いですが、これ今スクエアエニックスの後ほぼ同じですよね。このユニティが出てくるタイミングもほぼ一緒ですし、この後ねオープニングも始まるんですが、ほぼ同じタイミングでこのタカが飛んでいます。なのでこういった感じでほとんどね変わらないことになります。先ほど一応200くらい性能差があったので、その200分ちょっと早いといったところでしょうか。では最新ゲームのバイオハザード4だとどうなるのか、ちょっと試してみましょう。せーのドン、はい、両方同時に起動してみました。はい、今ご注意が出てて、カプコンが出てて、あ、やはりちょっとプロの方がワンテンポ早いかなというところでしょうか。ただ本当にワンテンポですよね。今リエンジンと出ましたが、こちらエアの方もリエンジンと出ました。まあ早いに越したことはないんですが、すごく大きな差があるかというと、そこまで 3D 処理、最新のゲームでも差が出ないということです。当然ね、 M1、 M2 なので両方高性能なんですよね。なのでもっとマルチな処理をしない限り、そこまで差は出ないということになってきます。じゃあどこでね差が出るのかといったところでは、動画編集とか写真の編集とか、もしくはステージマネージャーという機能でたくさんウィンドウを開いているとき、そういったときには先ほどのマルチコアの2000のスコアの差、これはねもう少し出る可能性はあります。動画編集って編集してるときにもうどんどんいろんな処理を行っているので、最後の出力から何から文字と画像の組み合わせとかいろんな計算をするので、そういったときはやっぱりプロの方が早くなります。そういった仕事、もしくはとにかく動画編集してみたい、しかも早くしたいという人はプロを選ぶべきです。エアでも全然できます。ただ処理速度がプロに比べたら遅い可能性があります。そして大事なバッテリーについて、これはですね、 iPad Air の方は 7606mAh 積んでます。そしてプロは実はエアより少ない 7583mAh を積んでます。なのでエアの方がちょっと多いんですね。ただ交渉値としては Wi-Fi のインターネット利用とかビデオ再生時間は最大10時間です。セルラー版だと9時間、これは両方とも同じになっています。なのでそこまでねバッテリーについては大きな違いはないので、実際に私もこちらの動画で試していますが、だいたい同じでした。まあ一応言うとエアの方が先に尽きてしまったんですが、使い方によってほぼ変わらないかなといった印象です。ということで機能の違いはここまでにして、この後じゃあ価格はどのくらい違うのか、そしてどういった人がどっちの iPad を買うべきか、これを解説していきます。はい、それでは機能の違いを見てもらったところで、その機能の違いがどういうふうに価格に反映されているか、それを見ていきましょう。この表は iPad Air 5 と iPad Pro 11インチの価格一覧表ということで、左が iPad Air 5、右が11インチの iPad Pro になります。 Wi-Fi とセルラー版を並べているんですが、基本的には Wi-Fi 版の解説をしていこうと思っています。セルラー版、要はモバイルの電波ですね。 iPad 単体で通信したい方はどれを買うにしてもプラス2万4000円になります。どれを買うにしてもです。なので価格については2万4000円プラスなんだなと思ってください。で、私がなぜね Wi-Fi 版だけでいいかと言っているのは、こちらの動画でも解説していますが、 iPhone があれば iPad を iPhone につなげて通信できるんですね。なので Wi-Fi 版だけでもいいと言っていますので、その辺よくわからないという方はこちらの動画を参考に接続してみてください。概要欄に URL を書いておきます。で、それと価格の下に機能の違い、先ほど解説した内容が書いてあります。チップとか画面サイズ、スピーカーの違いとか
果を全て書いていますので、これをね一時停止して見ていただくことも良いと思っています。ただその前にね、私の解説を聞いた方が分かりやすくなりますので、まずは解説の方を聞いてください。で、一番安いものとなると iPad Air 5の Wi-Fi 版が 64GB で 92,800円となります。で、11インチ iPad Pro の方は 64GB がないので、スタートが 128GB、 そして 124,800円が最安となります。なのでここの差 32,000円あります。ストレージの容量が違うとはいえ、プロを買おうとすると32,000円プラスしなきゃいけなくなってきます。ただストレージを合わせたところ、例えば 256GB で合わせると116,800円と148,000円、なのでここの差は 24,000円です。ということはこの機能の違い自体は 24,000円で手に入ると思っていただければ間違いはないです。ただ一番迷うポイントとしては、 iPad Air を 64GB じゃちょっと足りない、じゃあ 256GB にしよう、そうすると116,800円になってしまって、あれ、ここまで来ると iPad Pro の 124,800円、これが8,000円差になってくるので、ここが目に入ってしまうんですよね。なのでここの間ですごく迷うと思います。ただストレージはね、1ランク下の 128GB ということにはなるんですが、じゃあここの違いはどう考えればいいのかというところでは、ちょっとでもねプロに傾く方っていうのはやっぱりねプロを欲しがっているんだと思います。そういった意味ではプロの 128GB これを購入するのもありだとは思いますが、ここからがポイントなんですけれども、ストレージが倍 256GB で8,000円も安いというふうに考えることもできます。なので性能とかスピーカーがどうとか処理性能がどうとか、そういったことがいらない方はこちらのストレージを取った方が明らかに幸せです。写真や動画、電子書籍、ゲームなんかもいっぱい詰め込めますし、性能はね確かに iPad Pro より少しね劣るかもしれませんが、ストレージの倍というのはですね、長く使っていくことを考えるととても大きな差となってきます。なのでそこはねやはり使い方次第ですね。ここの性能に惹かれないのであれば 64GB でも 256GB でもいいと思ってます。でちょっとでも惹かれるならこの 128GB から狙っていくのもありだと思っています。ただ最後にも解説しますが、やっぱりプロモデルというのは動画の編集だったり写真の編集、もしくはゲームをね高性能 120Hz で豪華に楽しみたいと思っている方は 128GB だと結構早いうちに限界来てしまいますので、もうちょっと頑張って、これ1万6000円かかるんですが14万まで出せばかなりね長く使えるものが手に入ると思っています。でプロに関しては値段がねどんどん上がっていくんですけれども、128から256にするには16,000円、さらに倍にするには32,000円、そしてさらにそれを倍にするには64,000円ずつかかっていきます。現実的には 1TB、2TB、そうそう選ぶ方はいないとは思いますが、そのくらい高いものになっていますので、ここはもう本当に動画をたくさん撮りためたりする人ですね。写真ではなかなかこのストレージの容量いきません。やはり動画だと思います。なのでいろいろ話してしまったので、もうちょっとね簡単にまとめると、 iPad Air 5というのはエンタメ用に使うなら Wi-Fi の 64GB 版、こちらで十分だと思ってます。エンタメ用というのは要は動画編集とか写真編集とかしない方、そういった方はここで十分なのと、ただゲーム、バイオハザードとか、せっかくね M1 で動くんだからプレイしたい、動画もいっぱい撮りたい、写真もいっぱい撮っておきたいという方はちょっと頑張って 256GB こちらにしましょう。で iPad Pro の方は 128GB だとちょっとね使い方として発揮できない場合もあるので、なるべくなら 256GB にした方がいいとは思っています。ただ単純にゲームだけを豪華にしたいんだ、でもあまり予算もかけられないんだという方はこの 128GB でもいいとは思いますが、最大限楽しみたい、4スピーカーだし M2 だし、動画編集も仕事もエンタメも全部楽しみたいとなってくると 256GB 以上をおすすめします。ただし 512GB まででいいと思いますね。 1TB、2TB は本当に高いですし、そう簡単にここの容量到達いたしません。ということでこういった価格面も含めて、次はどういった人がどちらを買うべきかの解説をしていきます。はい、ということで価格の方を見ていただいたと思いますが、 iPad Air 5と iPad Pro 11インチ、どっちを買うべきかというお話をしていきます。でこれはですね、大体聞いてきて分かったと思うんですが、 iPad Air 5こちらを買うべき方はやはりですね、仕事業務でそこまでね使いこなすとは考えていない人、どちらかというとエンタメ寄りですね。ネットを楽しんだり動画を楽しんだり、写真の整理とかゲームを楽しむのもいいですし、イラストなんかもね Apple Pencil で楽しむ、そういったことをするため
端末だと思ってます。で、ほとんどの人がこちらで十分だと思っています。仕事用ならプロというお話もこれからしますが、 Air でも仕事はできます。ただしプロより処理速度が遅くなるよというだけの話です。なのでよっぽど高い環境で楽しみたい、そういった方以外は Air 5で十分になります。逆に iPad Pro 11インチこれを選ぶべき方は、まずは Air 5の全ては抑えているので、そこは問題なく使えますし、それプラスほぼ業務用だと考えてください。動画編集とか写真編集同時に何個も行ったり、外部ディスプレイにもつなげられますので、外部ディスプレイにつなげて大画面でマルチに何個も処理、資料を作りながら写真を編集しながら動画を編集しながら、いろいろやりたい方は iPad Pro になります。動画編集出力の時間とかも大きな差はないですが、やっぱり早いです。仕事となると少しでも早い方が時間の節約になりますので、そういったことまで考えていて、かつ 120Hz の動作、画面は滑らかですし、ゲームも滑らか、そして4スピーカーで映画も楽しみたい、とにかく仕事からエンタメから全て任せたいという方はこちらの iPad Pro になりますね。かつストレージもね、 512GB 以上はプロしかないので、そういった方もプロを選ぶべきだと思います。それ以外の方は Air を選んでいきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。どちらもですね、良いものなので、先ほど解説したように自分の目的に合った使い方、これで選ぶといいと思います。バッサリ分けるとエンタメ用と仕事用、この分け方でいいと思ってます。ただ最初に言った通り、ほとんどの方が Air 5で問題ありません。プロを買ってオーバースペックとなっている方も多いので、価格差で Apple Pencil 2を買うなり AirPods Pro 2を買うなりした方が私は良いと思っています。そして今回の動画が皆さんの背中をね、グイッと押すことができていればいいなと思っています。またこのチャンネルでは iPad の活用術として40選プラス1、とにかく iPad でできることを40個テンポよく紹介しています。 iPad ってこんなことできるんだ、スイッチの画面を映す外部モニターにしたり、逆に iPad の画面をテレビに映したり、そういったことができるんだ、といったいろんな例を紹介していますので、ぜひね、 iPad なんか使いこなせていない、もっと使いたいという方は、ぜひこちらの動画も見ることをお勧めいたします。見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。